うわ、ほら、ってみたんだ。いや。中半英二地十水唔知做乜鸠啫，真奇定安琪呢？真奇唔濃咧就會上嚟。機靈駿馬街頭波士街頭觸覺
春雅达。欧洲方面，飞鹰山授权。哇！即系大家估唔到你唔买喎，今年财神。咁样跑法其实六岁已经去到最后一季，呢个配合应该可以去到三冠。摩下亦都獲邀請跑外地表輪王杯賽。佢話首次有草地馬跑女王杯呢隻賽事。曼哈頓天美国嘅一级、三级、四级赛事又跑咩啦？1300。今年出现咗好多怪事啊！最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はバーディーエリカ。パールユニーク必死に追いすがります。バーディーエリカ先頭、一気にケンタッキーエダート、バーディーエリカ、バーディーエリカ1着、2着にはどうやらケンタッキーエダート、バーディーエリカ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。
跟住有大地巴黎啊，表示 Bell 嘅仔。西野射門就大熱門，4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はアンブロワーズ、先頭2番手はエイシンスピリット、あと 200m アンブロワーズ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ベールギュント抜けた、ノーブル王座追いすがります。ベールギュント1着、2着は微妙です。見事に勝ちました、ベールギュント。爆出来了，这场大热取胜。上年一樣，佢大會佢問佢就唔會跑咩，佢會跑半個理財。但現在頭三隻馬都犀利，國際評分就顯示驅魔俠第一，愛神魔今年繼續跑，幸運馬珠第三，好望國就第四，跟住斯洛奇，還有 Kitten's Choice 啊，發達體啊呢啲啊。肩膊就第六，都是最后的肩皮目标。
先贏賽場，但係今年包攬會直接跑贏呢場。現在跑的應該是經典賽，經典預賽的英皇再戰，愛德華趁勢咁飆，三水短途新星跑噶啦，呢只嘢應該係跑短途賽噶啦。呢只法國二級賽嘅冠軍嘅話，呢只就唔係連我哋都意想唔到佢跑得咁短。但係你下呢場就完全大熱門啦，新卡馬你有冇機會跑？短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ先頭に立ったのはエプソムグラス、タリーサニー先頭、ここから引き離しにかかります。2番手はトップオブワールド、タリーサニー独走、タリーサニーぶっちぎりです。タリーサニー1着、2着はネバージョイ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはタリーサニー。談唱劇的女
报名上个已经报咗。好多泥地馬喺地方賽上，而家近期都去埋。望过阿方木，点连咁都要输咗俾精英大，精英大只都放埋。沙福田色咧就已經可以話，因為多洛比嘅制入邊嘅白色氣氛之下，自由景象都有兩場次運進場。我哋李家再跑呢场嘅二级赛赛事，其实以佢泥地水准真系跑得几好嘅，呢只三岁新星嘅真系有啲。最终コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと200メートル、ガリエリカ伸びてきた。ベラミーロード必死に追う。ガリエリカ先頭、二番手はエクランズムーン。ガリエリカ一着、ガリエリカ完勝。ガリエリカ一着、二着はウィナーズヘラクレス。ガリエリカ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。休养得最耐嘅马就跑呢一只白口罩仔跑京都纪念。上年杜拜芝麻经典赛又冇跑到王仔。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はタリアンジェロ、タリアンジェロ先頭、2番手はビータローザ、あと 200m 先頭はビータローザ、残り 100m ビータローザ先頭、タリアンジェロ追いすがります。ビータローザ、ビータローザ1着、2着にはどうやらダイワエルシエロ、勝ったのはビータローザ、タリアンジェロ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。爆出嚟條冷 Q 都170几倍，
金沙軒就有啲咩？四周跟住跑到去嘅，有料嘅，但系就咩？即系如果夹硬要跑呢级赛，又真系有少少。而锦标今日大地下日，驱魔客将上呢个嘅杜拜世界杯嘅出赛权。咁我哋而家深水就係烏托邦啦，四號大地下人，八號烏托邦，十一號嘅驅魔俠，第三隻馬我哋，仲係一號嘅名將球手啊！4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったユートピア、しかし後続のシードもなかなかいい。2番手はゴーストザッパー、先頭を捉えるか。やはりゴーストザッパー先頭だ。最後の追い比べ、先頭はゴーストザッパー、残り 100m ゴーストザッパー、さらに突き放します。2番手はパーソナルラッシュ、ゴーストザッパー1着、ゴーストザッパー完勝、ゴーストザッパー1着、2着はパーソナルラッシュ。これが絶対王者の実力だ、ゴーストザッパー。咁呢隻嘢有冇機會可以喺睇下今年有冇機會喺草泥地賽上高稱霸啦？驅魔俠成功再度創歷史啊！咗，虽然话话够啫，够钱出赛啫，你都冇理由咁玩噶嘛。日食嘅名，日食嘅后代啊，
4000米，英国的英国圣列治2700米的长超长距离。英国长途赛主跑马奇霄，旋转保罗对住你大地彩虹，大地彩虹今次真系要100%状态嘅。金沙轩就八个计三岁新星对住草地。米兰利，哇！米兰利上季冠军对住女厨师苏铭伦骑，呢场系咪马主系精彩啊？乌托邦决旦韩永利来，有趣地牛声福星。牛精福星協助香港杯亞，國泰航空香港杯亞軍，同埋03年嘅香港杯冠軍嚟參賽。五月回歸，最重要都係五月回歸啊！呢場。三歲兩隻新馬會跑，安察羅再補五歲之力補跑嚟出賽。都有另外一隻嘅就係愛美氣速，佢同佢跑。但阿喬斯又真的有最多馬步咯，阿喬斯又真係馬主又報另外一場啦，宣布未來錦標。大真系咪离分想现时名列第二？大热门1.9倍，大震撼现时都系咩嘅？
紀錄啊，皇帝交易成功查咗呢場咧。新星馬對決啊！好，嚟欣賞今日嘅重要嘅賽事。中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。トップガン城好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくトップガン城行きました。続いて前へ行くのはダーベーシャレード、さらにはキングストレイル、6番ファイナルサミット、その後ろディープインパクト、どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。ダーベーシャレード先手を取りました。その隣にトップガン城、その外にダーレー鈴鹿、ピンクの帽子エンドヘリオス、その後ろすぐ後ろにファイナルレコルト、並んで9番サクセスカフェ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のディープインパクト最後方です。キングストレイル前走から久々の競馬となりますが、どうでしょうか。もう一度先頭からダーベーシャレード先手を取りました。大きく離れました。トップガン城 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。では前の方から先手を取ったのはダーベーシャレード。さあ先頭は依然として2番ダーレーシャレード、トップガン城ほとんど差がありません。ダーレー鈴鹿3番手、ディープインパクトぐんぐんと差を詰めてくる。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はダーレーシャレード、離れてトップガン城、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはディープインパクト、残り 200m、 ディープインパクト余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はキングストレイル、ディープインパクト今ゴールイン、段違いの強さです。ディープインパクト1着、2着はキングストレイル、これが G1 馬の実力だ。ディープインパクト。五个马位啊！哇，大震撼真系！圣亚利塔短途锦标冠军嚟噶，都仲大啲卡。精英大师已经决定了步跑这个的香港的赛事，那刘正福应该跑完杜拜就应该直接跑香港国际赛，香港的冠军李翔幸运马珠都报名。派出最多馬嘅出嚟啊，陣容出嚟啊，一二三四五五場一級賽都有馬步跑嘅。大震撼走花二几二嘅路线，好啦，佛罗里达打比安恒胜几第一次骑呢只大地守护啊！
翻騰勝幾好，小騎呢一隻馬第一次騎，佢講都係。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってハイフライバンディミー先頭、2番手はハイフライ、残り 200m バンディミー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。バンディミー先頭、アフリートアレックス食らいつく。バンディミーわずかにアフリートアレックス体勢有利。アレックス、アフェイアレックス。今晚杜拜真的精彩的賽事，所以第一場就是杜拜的這個的阿喬之短途錦標，一隻日本新星馬就出來，他有沒有機會成為一個歷史呢？大地彩虹。ここで先頭はタリーレインボー。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はスピンポラリス。先頭を捉えるか。やはりタリーレインボー先頭だ。タリーレインボーいっぱいになった。あと 200m タリーレインボー先頭だ。タリーレインボー先頭、スピンポラリス迫る。スピンポラリスタリーレインボー、タリーレインボー1着、2着にはどうやらスピンポラリス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。タリーレインボーまさしく日本が世界に誇れる馬です。都沒什麼對手的了。大地彩虹成功為他母親 Vega， 母系 Vega 就真的相當之出自己的口袋。跟大地利卡看看有沒有機會了，這隻 Cosmic 的女兒。今場要面對的對手就是美國代表馬四號的馬呀，超輕磅51磅。卡中力有啲機會啦，呢場因為副磅負得負51磅之利啊。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったダリエリカ。しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m ダリエリカ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ヘイジャンビートダリエリカ追いすがります。ヘイジャンビート1着、2着にはどうやらダリエリカ。勝ったのはヘイジャンビート、見事な勝利です。大地利加始終都是輸經驗。杜拜司馬經典賽愛美氣槽和這隻大地安樂亦都跑了場。米蘭利現世大熱門都有女廚，這賽就掹住這四隻馬啦。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はタリアンジェロ、残り 200m 先頭はタリアンジェロ。メディチーフ必死に追いすがります。メディチーフ追いすがります。やはり強いタリアンジェロ、タリアンジェロ、タリアンジェロ1着、2着にはどうやらミレナリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。タリアンジェロまさしく日本が世界に誇れる馬です。即刻已經贏馬，女廚第三啊，愛美氣槽第四，呢只白口罩真係犀利啊！呢只白口罩嘅仔真係犀利啦！跟住就大家睇到嘅就係幸運馬主將會喺呢場嘅杜拜嘅免税店杯上高壓陣。亦真係杜拜嘅最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはウルワドサニモン、あと 200m 先頭はラッキーオーナーズ。ウルワドサニモン必死に追いすがります。2番手はウルワドサニモン、ラッキーオーナーズ1着、ラッキーオーナーズ完勝。ラッキーオーナーズ1着、2着はウルワドサニモン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ラッキーオーナーズまさしく日本が世界に誇れる。馬主嚟緊將會同精英大師、牛仔福星呢三隻馬角逐啊，三連霸。跟住今日射氣喐到八隻杯啦，
烏托邦亦都有份落腰角逐。有香港的代表馬牛聲福星啦，牛聲福星都第四熱門喎，都唔知道，真係好奇怪，牛聲福星都係第四熱門嘅，真係香港希望啊！牛聲福星就係阿無師，真係有冇機會騎到啦？好啦，出去睇下馬啦。砂漠に囲まれた名壇競馬場で今年も熱い戦い内枠1番この最内枠からスムーズに好位置を確保したい2番人気はこの馬ですファンの期待を背に優勝を狙いますマリンサイドいざ G1 の大舞台陣営の期待も高まりますロックハードテンまた1頭影の実力馬が登場放送を期待したいところです前走では惜しくも敗れましたが本番の今回は負けられないところですブラスハット好位につけマイペースで行けばゴールが見えるブレーズデプティ安城は海外で一流と呼ばれる名手です一発は十分になるでしょう人気馬にとっては危険な存在人気上位馬を脅かさんと不気味な雰囲気を醸し出していますこの馬を数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます放送を期待したいところです今年の日本代表はこの馬です昨年の最優秀半ばの看板を背負って世界に強豪に挑みますもう一つは今年決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり自慢の末足を見せるかファールオーロラ安城は牝馬の騎乗に定評はここは一発を狙っていますハーリーサニーあまり人気はありませんが上位にとっても怖い存在ですその実力を無視するわけにはいきませんブリッシュラックプリゲの美しい馬体が G1 の熱気で三千と光り輝きます前走での見事な勝利をここにつなげたいところですさあいよいよスタートですこちらドバイの名壇競馬場から国際重賞競争をお伝えしますいよいよ発走ですスタートしましたゴーストザッパーこれはいいスタートを切りました綺麗なスタートを切りましたダッシュよくゴーストザッパー行きました続いて前へ行くのはユートピアさらにはアシャド2番マニーサイドその後ろノースライト後ろからになりそうですでは前の方からゴーストザッパー先手を取りましたこの辺りで各馬第1コーナーに殺到していきましたでは前の方から見てみましょうアシャド先手を取りました2番手に10番ゴーストザッパー黒の帽子マニーサイドその後ろすぐ隣にファインウィナーその外からユートピア黄色の帽子デュークバンその後ろその後ろからはカールオーロラ並んで6番ブレーズデプティターリーサニーこの馬もこのグループ内からはロックハードテン並んで9番ノースライトその後ろからはブラスハットしんがりから同日インメイン各馬砂煙を上げてかけていきますもう一度先頭から15番アシャド前として先頭リードは1馬身から2馬身ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました先頭は依然としてアシャド2番手はマニーサイド3番手にゴーストザッパー最高の手応え大外から緑の帽子ゴーストザッパー伸びてきた後続も追い上げていきます最終コーナーをカーブして直線コースに入りましたアシャド先頭差はほとんどない2番手はアシャドアシャドいっぱいになったあと 200m 先頭はゴーストザッパーアシャド一瞬に追いかかります2番手はマニーサイドやはり強いゴーストザッパーゴーストザッパーゴーストザッパー1着2着にはどうやらロックハード10世界の強豪相手に見事な勝利を収めましたゴーストザッパーまさしく日本が世界に誇れる馬です140多分国際平均精英大师五月玫瑰牛精福星都被他怼冧埋啦支持驱魔客继上场话要上一次已经出尽500万同精英大师单挑之后到咩睇嚟啦哇愛馬信的 best 有流星馬哇還要神鷹唉好順利做一隻女多利美啊入平
具咯，呢只 collection。哇！又一隻靚嘅拍門仲要，精英大师牛星福星大宇宙重叠苏维苏联曲埋成功哈利成功希罗北海道首次有马出赛大宇宙，但系牛星福星同精英大师大家都相信大家见过啦，喺香港国际赛都。香港短途锦标名主席，香港国际赛，香港名区席，七只马的跑，女王杯仲有仲搞笑，佳胜打王明宇。打王凌宇對驅魔客真係黐線啦！杜拜世界杯民主一嘢就話要跑呢場，加柴田，咁呢隻馬會唔會真係贏女王杯咁黐線？4亿大晒出嚟啦，巴黎牧场都十亿，黐压住社台翻斗啊！早来牧场，但文马珠已经35亿，咁有冇机会破到个新嘅纪录咧？
咁樣睇驅魔客又上多分145嘅超級評分，再攞多三分就真係歷代最佳㗎喇。驅魔客咁樣攞上嚟真係即係仲話下場如果對打王靈宇輸咗又真係唔知點講嘢。邪鳳三隻馬分別贏每日杯和一場2200的賽事，路寶唐山、路寶奧沙和路寶朱莉。兩大馬主今次大震撼，今次派出最強的大震撼迎擊，高月想現時大震撼咧就由巴黎完結手2000米嘅希望錦標民主，但上場跑第八，抗紀錄24.2倍，三號大地零大利零靜就129倍。7号米高就8.4倍，5号上东营赢金城杯10.5倍，又大市窗就哇14.8倍上场赢2400赢500，四样条件赛，跟住有爱美富士就13.1倍，8号太阳制36.9倍，9号大震撼金场2.6倍。十号朱道世纪咧就43.4倍，十一号路宝奥沙19.7倍，十二号嘅路宝唐山咧就17.8倍。13号森之文就203倍。就寶珠多咧就8.4倍，三號摩亞起舞就16.2倍，16号路寶朱莉就99.4倍，17号大地病毒27.9倍，18号超預感3.6倍。因為大震撼今場就真的有些機會的，如果你說大震撼其實
兄大震撼你都是话新的生日。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第一。一枠一番。この最内枠。鞍上は芝の騎乗に定評あり。G1 制覇にかける思いは、一段と美しく見える漆黒の馬体。黒い弾丸となって上位陣に襲いかかります。マジカルセゾン。前走での構想は、よくに新しいところ。好位につけ、マイパン上は芝の騎乗 G1 の大舞台ですが、臆することなく G1 の大舞台。ファンはこの馬を一番人気に支持しました。ディープインパクト。前走の結果に納得し、直線で好位から抜け出す得意の勝ち。G1 の大舞台ですが、臆することなく挑みます。ノーブルテンザン。いざ G1 の大舞台。一段と美しく見える前走の敗退を勝つ先行馬としてはやや不利なこの外枠。G1 の大舞台2番人気はこの馬です。ファンの期待。さあ先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾サツキ賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のシックスセンス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。白馬まずまずのスタート。さあ先行争い、ノーブルテンザ前に行きそうです。ジェイコジェネラル、それに続いています。さらにはエンドヘリオス、15番ダンスインザモア、その後ろエールギュンと後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。ノーブルテンザ先手を取りました。その隣にジェイコジェネラル、ダンツキッチョー、そのうちに続いています。その後ろにノーブルオーズ、インティライミ、すぐ後ろ並んで5番アドマイアジャパン、これに続いてエンドヘリオス。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のディープインパクト、現在後方からシックスセンス、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはノーブルテンザ、大きく離れました。ノーブルオーズ、すぐ後ろにインティライミ、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。ここでジェイコジェネラル先頭に変わりました。ノーブルセリフ、ほとんど差がありません。ノーブルテンザ、3番手、ディープインパクト、この位置から届くのかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ、先頭は、ジェイコジェネラル、離れてノーブルセリフ、4コーナーをカーブして、さあ、これからです。ジェイコジェネラル、先頭、1馬身から2馬身のリード、あと200メートル、ジェイコジェネラル、先頭だ、残り100メートル、ジェイコジェネラル、厳しいか、ディープインパクト、差し切った、ディープインパクト、1着、ディープインパクト完勝。ディープインパクト1着、2着はシックスセンス、ディープインパクト完勝です。束を寄せつけない圧倒的な強さです。這場的步速簡直就是大震撼，在這個超快步速之下贏出這場的高月賞都算是奇怪了，真的即證明了他的實力。大跑兩分零六秒，第二名超預感，第三名愛美富士，第四名就上東贏。哇，真系个步速真系，好似真系做步速噶，真系一出出三只马力跳格跳大震撼机咁逢托级就嚟啦。咁我哋赛后已经有人揾咗个逢托级嘅马主啊，倾啦。咁我想问，其实你点解要咁做步速？哎呀，做步速犯法啊！佢啊，成日都做步速啦。我哋做嘅系输嘅步速啫嘛，哥。我系pass啊，我要赢打你啊！高月上嚟啊，你玩啦！哇，咁恭喜晒啦！咁但系真嚟紧嘅赛事会点样呢？我都系会跑日本三冠先嘅，跟住之后先再算噶啦。睇怕下年都要冲出去海旋门噶啦，点都要。
咁啊，愛比都女王杯咧就真係有啲精彩賽事啦。驅魔客喺呢場賽事將會對住啊對準嚟，都差好有羅森姆射第哥利海洋。當中就是打王靈宇，驅魔俠對打王靈宇呢場嘅精彩賽。驅魔俠現時呢場大144分嘅國際評分走去跑呢場嘅路，愛比錶女王杯啊！咁相信呢場賽事大家都知咩事啦。こちら香港の射天競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬前馬のスタート。この馬先頭に立つでしょうか。ルービジョン前に行きそうです。アイランドスクワート、それに続いています。さらにはレギュラーマディア、3番シグナルジーニアス、その後ろ。では前の方から先手を取ったのはアイランドスクワート。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはシグナルジーニアス、4番ゴーストザッパ、2番手を追走しています。すぐ後ろにアイランドスクワート、さらにはルービジョン、ピンクの帽子、ハシク、その後ろ。すぐ隣にストレートヤーデール、その外にレギュラーマディア、その外からベンジャンスオブレイン、その後ろにプレゼントラック並んで9番ブルーウェルズ、クローボーシャ、この馬もこのグループ、すぐ隣にサクセスポケット、 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最高峰までおよそ10馬身、2度目のない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ゴーストザッパ早くも先頭、シグナルジーニアス、ほとんど差がありません。トレジャーキャスター3番手、ゴーストザッパこのまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ゴーストザッパ先頭、1馬身2馬身のリード、2番手はベンジャンスオブレイン、懸命に追い下がります。やはりゴーストザッパ先頭だ。残り 200m、 ゴーストザッパ先頭だ。リードは行きません。後続の足はどうか。2番手はフリービジョン、ゴーストザッパ1着、ゴーストザッパ完勝。ゴーストザッパ1着、2着はフリービジョン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ゴーストザッパまさしく日本が世界に誇れる馬です。香港馬壇被他玩死了啦，真是自由景象跑第二啊，爪王靈宇這場跑第三，香港馬一隻一隻地被他打敗了。真是厲害了。好啦，今日就另外一場的冠軍理賽，只有千峰有時間，三號就先分到加油，四號牛精福星上場的2003年香港杯民主，一保利亞蘭保利生存，接著是大宇宙重疊，即是蘇維蘇聯曲，接著是就13号就是行动马主，14号就是精英大师。这场我们看好的真的看好本队了，香港马牛精福星精英大师一队，我觉得跟着一只行动马主啦，重叠啦，我们看好的所以只日本代表大宇宙。这场精英大师都3.2倍，有冇機會贏啦？牛精福星亦都係咩嘅？亦都係港隊希望啦，高東嚟嘅馬內線呢場係真係精彩嘅，1.6倍嘅行動馬主，精英大師有3.2倍，黐線，大家都超出咗預期。三隻名驅，幸運馬主、牛精福星、精英大師，三隻，這三隻被譽為最出色的名驅，在當年高東尼，在2003年的時候，高東尼的三隻名驅之後，
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはサクセスフィリオス、ブリッシュラック。この馬も好スタートを切りました。ダッシュを飛び出してホライトアライブ、花に立ちます。その後ろからはブリッシュラック、この馬も放っていく構えです。さらにはサクセスフィリオス、11番セイントビリーブ、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはホライトアライブ、並んで6番オスモバルク、その外からセイントビリーブ、その外にサイデントウィットネス、サクセスフィリオス、それに続きます。白の帽子サーストンウィンズ、その後ろピンクの帽子準備转紧入去半个人，希望而家前面咧，仲系见到大宇宙同星星大师喺前面啊。跟住啦，就见到咧，先头が変わりました。コスモバルク、二番手はサイデントウィットネス、ホワイトライブ、三番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前面大宇宙首先突出出嚟，星星大师同幸运马主两只一齐上嚟，将佢中间牛仔风骨顶稳住啊！而家咧见到幸运马主咧，都系越骑越有幸运马主斗大宇宙，但系星星大师同牛仔风骨顶咩？停咗，幸运马主成功赢取呢个嘅冠军嚟赛，幸运马主跑第二名，睇牛声复星定系呢个嘅大宇宙，大宇宙就跑第二。見事な勝利を収めました。ラッキーオーナーズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。幸运马主就系单打得独斗赛式优秀啦，真系牛声复星都相当之犀利噶啦，即系港队嚟讲。精英大师跑出第七都冇咩讲啦。事实上真系证明咗幸运马主系最佳，真系最佳嘅名牌。跟住嚟紧都咩啦？安田纪念又应该再斗啦。廿二胎咁匹配嘅，佢嗰配
決覺得原居民陣間係咁捱下捱下都冇咩馬嘅嗰只。嗰啲咁驚奇，諗太耐。盡善盡美都得，好盡善盡美啦。心作我的大理順便啫。百千人。有一隻平價馬，好多馬配。怪獸家長我都未好耐未，咁一怪獸家長，
點喎，二一千萬嘅馬。黐線呢只又係一第一胎應該呢胎出雲，咦？未出到。能推配邊只？檸檬小子。
埋名區可以做地主。今期都配咗八隻狗隻出嚟，咩狗嘅仔啊？真係今年配了16隻種馬出來，威水到佢死，萬千景象。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はリバパタカ、リバパタカ先頭です。引き離しにかかりました。2番手はサマンサヘッド、後続は大きく離れました。2番手はファインシェーバー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。リバパタカ1着、2着はファインシェーバー、リバパタカ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。休息一陣先，就係
信息会流入。确保世界新文化。同学。开路，坚定维护全。有效的。中国的海上的投资路径。精英大師和林鄭福星將會在香港，將會在日本再鬥牛棍的馬主。超預感。Mini Visa 的世界，我講朱麗啊，係令人印象非常深刻嘅。其他都馬出彩嘅，但係你卡應該都跑，開始跑翻啲正常。分輝圖極盡位度，得機打比呢場大冷門為止。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はターリーカレント、ターリーカレント先頭、残り 200m 先頭はローマンルーラー、ターリーカレント必死に追いすがります。ターリーカレント追いすがります。ローマンルーラー先頭だ、先頭はローマンルーラー1着でゴール、ローマンルーラー1着、2着にはどうやらアフリータレックス、勝ったのはローマンルーラー、見事な勝利です。白痴本当に不会零区的仔HK 的李貝最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はバンディミ、残り 200m、 先頭はバンディミ、一気に捉えるか。プレミアムタップ、アフリータレックス差し切った。先頭はアフリータレックス1着でゴール、アフリータレックス1着、2着は微妙です。勝ったのはアフリータレックス、見事な勝利です。像是大错财珠和大力股
时人大咗于喺呢场赛中对住西班牙。呢场又真系被认为系有啲最强嘅草地赛事。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったグッドライス。後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はチーザリオ。先頭を捉えるか。先頭はチーザリオ。あと200メートル。一気に後続が抑えかかってきた。一気に捉えるか。ガーデーミサキ、ガーデーミサキ、チーザリオ追いすがります。ガーデーミサキ、ガーデーミサキ、1着、2着以下は混戦です。ガーデーミサキ、G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。咁樣爆出嚟真係特別周嘅呢鋪大鑊，呢次西班牙都輸得咁深。咁日本打比賽真係犀利啦！大震撼啊！呢場賽事人高都係大熱門嘅。日本打比，再对英国打比。大震撼呢场嘅名义 2.3 倍，一按美富士10.32倍，而我想超预感就3.7倍，上东赢同美国东赢咁嘅，骑逢又有7-3只马嚟搞定高多芬嘅马啦，今次再加埋凤亚辉，成5只马嚟搞鸠佢一个一只大震撼。馬主調教師氏、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優勝日本ダービー、いよいよ発走です。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。アドマイ2番人気はこの馬です。ファンの期待寄せに優勝を狙います。シックスセンス、 G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょう。数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。放送を期待したいところです。ビッグアライブ、前走で敗れはしましたがまだ見限られる。さあいよいよ無敗の皐月賞馬が堂々の登場です。圧倒的な支持を受けて無傷で鞍上は芝の木、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。ノーブルテンザ、振り色の美しい馬体にはこの大舞台こそ前走赤敗の無念を晴らすべく、この大舞台で一暴れしたいところです。アメリカンジャパン、直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂。いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。ノーブルシェリーフ、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。アドマイヤルドルフ、数々の足毛伝説が期待をかきたてます。ノーブル王、前走での構想は記憶に新しいところ、ここでも十分先行馬としてはやや不利なこの外枠、道中での位置取り、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。オートリーエイブル、
前走では惜しくも敗れましたが、本番の今回は負けられないところです。さあ、米高七号。好啦，今日嘅日本打比两分二十秒五。馬主調教師騎手、すべてのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース。実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰東京優勝日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のマジカルセゾンゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アドマイヤルドルフ、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアドマイヤルドルフ行きました。続いて前へ行くのはマイネルレコルト、さらにはノーブルオーズ、8番ノーブルテンザ、その後ろディープインパクト、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭からアドマイヤルドルフ先手を取りました。段付き一丁、そのうちに続いています。その外にカーレーレズ、その外からオートリーエイブル、その後ろにノーブルシェリフ、並んで1番ノーブルテンザ、アイネルレコルト、この馬もこのグループ1番人気のディープインパクト最高峰です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアドマイヤルドルフ、これに続いてパーレーリズム、並んで17番オートリーエイブル、これに続くのがダンツキッチョノーブルオーズ、それに続いています。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、歯止めのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはアドマイヤルドルフ、その後ろからはカールエリズム、すぐ後ろにオートリーエイブル、さらにはダンツキッチョ、これに続くのがアイネルレコルト、ノーブルシェリフ、すぐ後ろ各馬大ケヤキを通過、前はアドマイヤルドルフ、カールエリズム、ほとんど差がありません。ダンツキッチョ3番手ディープインパクト、後退ディープインパクト、大丈夫か。後続も追い上げていきます。普通の直線 526m、 ここからが勝負。アドマイヤルドルフ先頭、ダンツキッチョ先頭、2番手はアドマイヤルドルフ、追いすがります。ディープインパクト、いい足だ。ここから勝負をかけます。さあ先頭に立ったのはダーレイリズム、残り 100m、 ダーレイリズム抜けた、一気にディープインパクト、ディープインパクト、ディープインパクト、1着、2着にはどうやらインディライミ、ディープインパクト2冠達成。あとは秋の菊花賞のみ、夢の三冠まであと一歩に迫りました。哇，今年他们最大希望都是赢打比而已。大震撼力压太阳制爱美富士，第二第三名都成七十几倍的位置，大震撼第一。
3000長頭馬。大地彩虹啱啱先赢阿 Q 四段套锦标，帮杯前大战啊！呢一场入过第二级赛。残りあと400m、長い直線、ここからどうか。先頭変わってシャイニングフォース、シャイニングフォース。先頭2番手はアドベラーラム。先頭を捉えるか、シャイニングフォース。頑張る。残り 200m、先頭はアドベラーラム。シャイニングフォース必死に追いすがります。レイマン迫る。外から一気にジャングルコマンド、アドベラーラム、アドベラーラム1着、2着にはどうやらレイマン、勝ったのはアドベラーラム、見事な勝利です。面白いね。安田紀念賽亦都可以話最強的一場賽事。有安全回歸 79.6 倍，有勝利拍檔 19.2 倍，三號空中射離，空中沙離有 14.3 倍，四号幸运马主今日大热门2.3倍，五号东宝城205倍，六号大地灵正27倍，七号外队马牛精福星3.6倍。但系大和拉打咧，大和雷达咧就49.8倍，九号精英大师9.7倍，十号我心星22倍，十九号大地阿班33.4倍，十二号汉姆沙38.4倍，十三号胜利八号59.2倍，十四号浅草田园7.9倍，十号名将拉斯24.62倍，十号千里通17.5倍，十号十七号卡士小姐329倍，十八号冬季罗莎就12.8倍。幸运马主而家咧冇咩问题嘅，安田都有预感嘅，个个都睇好嘅就系幸运马主同安田，同埋咧呢只牛精福星。睇嚟真系呢场真系幸运马主将会斗得最烈嘅一场啦，相信我会系。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な戦いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、亦都系香港馬壇嘅貴中嘅最迷人嘅一場。この最内枠からスムーズ鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分、人気はそこそこですが、その実力は侮れないものがあります。エアセレソン、チャンピオンズマイルの覇者が凱旋です。
ホームの舞台では馬主有冇机会赢亚洲嘅里票决赛咧？今场就真系话俾大家听，呢只顶头大热门。前走の敗退を糧にして、高位につけマイペースで行った。こちらは今日の2番人気。跟住第二番就香港馬，所以香港代表好丁福丁。G1 の舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。跟住日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。最大の一頭です。前走で敗れはしましたが、ただうまくスローペースに持ち込んで、鞍上は人気薄での G1 の大舞台。この黄色の美しい馬体にはこの大舞台こそがふさわしいでしょう。浅草田園、前走では惜しくも続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。いざ G1 の大舞台、陣営の前走の敗退を糧にして何とか頑張った。好啦，咁啊安田纪念赛咁就随时要俾噶啦。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの普通の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発想です。さあ最後は大外枠のピータローザゲートに入って体勢が整いました。スタートしました浅草田園、これはコースタート、綺麗なスタートを切りました。14番浅草田園行きました。ラッキーオーナー、これに続き並んで12番マイネラモンゼ、マイソールサウンド、このままゴーグルーツ、すぐ隣に東星で、その残りマイラレーダー、セフティエンペラ、このままこのグループ、その外にビクトリーエイト、ピータローザ、そのうちに続いています。力はインブレイズ、さらにはポリッシュラック、並んで3番エアセレソン、その外から名称ラムセス、すぐ後ろにカーリーサイレント、最高峰のビスキャスト、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。この辺りで先頭が決まりました。サイレントウィットです。サイレントウィットです。後続を引き離します。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭カーストラッキーオーナーズ、ラッキーオーナーズ先頭、2番手はサイレントウィットです。追いすがる、やはりラッキーオーナーズ先頭だ。あと 200m ラッキーオーナーズ先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ラッキーオーナーズ1着、2着はブリッシュラック、ラッキーオーナーズ見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また一頭名馬の誕生です。幸運馬主真是单打独斗赛的优秀了，真是幸运马主跑第一，牛精福星第二，浅草田园就第三。
喂喂喂灯塔对驸马田，岂能得胜？精辟图像大发。安小姐，剑平叫做咩？加冕杯做服出英国打被封自发动力老子爆发动力就赢法国打比啊，赢这个的兄弟錦標，瘋子又贏法國二千千里。禮拜二三馬都會贏出呢個法國打比嘅。最主要都是風池和發動力這兩隻馬，さあ先頭に立ったのはエイコンコンティネントハリケーンラン先頭、残りあと 400m 長い直線、ここからどうか。ハリケーンラン先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m ハリケーンラン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にリバパタか、ハリケーンラン、リバパタか1着、2着にはどうやらハリケーンラン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。リバパタか、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
迪里卡咧上場打金花軒就頂大啦，咁跟住又咩啦？最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはダーリーエリカ、残り 200m、 先頭はダーリーエリカ、残り 100m、 テープビリーブ先頭、ワイルドジェーン、テープビリーブ追いすがります。ワイルドジェーン、ワイルドジェーン1着、2着にはどうやらテープビリーブ、勝ったのはワイルドジェーン、見事な勝利です。女王安妮驅魔客呢場大熱大鬥，個狀態好差地跑咯，真係唔算係好啦。前に戻りましょう。先手を取ったのはスタークラフト。これに続いてウィッパー、好位置をキープしています。ゴーストザッパー、スタークラフト先頭、ウィッパー先頭、2番手はスタークラフト、追いすがる、残り 200m、 ウィッパー先頭だ、しかし後続の足移動もなかなかいい。ゴーストザッパー食らいつく、ウィッパー先頭だ、ウィッパー、ウィッパー1着、2着にはどうやらゴーストザッパー、勝ったのはウィッパー、見事な勝利です。地真的有少少難度啊！蘇銘麟，一大地彩虹呢場都叫，呢場仍然都大熱。對手就隔離嗰只阿帕奇貓啊！それでは先頭から先手を取ったのはメジャーアマゾン、好位置をキープしています。ダーリーレインボー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってファンタジーラーク、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 ファンタジーラーク先頭だ、残り 100m、 ファンタジーラーク厳しいか。ダーリーレインボー、ダーリーレインボー、もう一伸び、ダーリーレインボー、ダーリーレインボー一着、2着にはどうやらフォークアラウンド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダーリーレインボー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。相信這隻馬的配種價值高的了，亦都為了富系大地勇士，亦都成功地進駐了這個結局。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はタップダンスシチー、タップダンスシチー先頭、あと 200m、 タップダンスシチー先頭だ、残り 100m、 バランスオブゲーム抜けた、一気にゼンノロブロイ、スイープ投手、スイープ投手1着、2着にはどうやらゼンノロブロイ、これが三冠牝馬の実力だ、スイープ投手。
地彩虹嘅，边一哇又一只。都未最多最頂多都是在短途賽，二千就真未贏。地打地了。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はハートチャイナ、ハートチャイナ先頭、あと 200m 先頭はスピークミサキ。さあここからいよいよ最後の勝負、先頭に躍り出る勢いです。ターリーカレント、ターリーカレント、ターリーカレント1着、2着にはどうやらスピークミサキ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはターリーカレント、成功赢翻场，泥地打地。翻翻日本都犀利啦，嘅嘢。日本总价值应该会冇提高嘅。真渣嚟喎！
华盛顿就大热门啊，打几厘市啊，市都三厘嘅，十月杯呢场就系三月半啊，最多系向好望角，所以天平目标好望角三百，都大地彩虹。冇幸運，冇勝利飛區，一水又大同運區，九安小姐十號堅拼目標，十一號堅拿天鵝都有份投，十五號就好望過。前はキャピタルドゥベンバウンほとんど差がありません。ターリーレインボーいい位置、果たして先頭を捉えるか。キャピタルドゥ先頭、ミスアンドレッティ先頭、2番手はテイクオーバーターゲット、先頭を捉えるか。ターリーレインボーいい足、ここから勝負をかける。テイクオーバーターゲット、テイクオーバーターゲット、フェイプオブグッドホープ1着、2着にはどうやらテイクオーバーターゲット、勝ったのはフェイプオブグッドホープ、見事な勝利です。好望角看來在世界短途挑戰賽上高都有些技最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はポップミラクル、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はプライムワンダー、追いすがります。ポップミラクル先頭、ターリーバンク、ターリーバンク、もう一伸び、ターリーバンク、ターリーバンク、1着、2着にはどうやらイタリアンスルー、ターリーバンク、見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。地利卡咧上一場又呢一隻大地利卡嘅，上一場就跑得唔係好，今次會跑到點咧？最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はダーリーエリカ、あと200メートル、一気に後続が抑えかかってきた。ダーリーエリカ抜けた。このまま決まるのか。2番手はクラウンテール、ダーリーエリカ今ゴールイン。
跑天匹跑天四人飛贏四五個馬位。内地短途女王見事な勝利を収めました。アリエリカ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。數佢個武系大地珠杯贏，杜拜世界杯有贏過咩？有贏過秋古馬三倍黐馬。哇！功夫巨星都要四億五千萬，一億都算咩啦？地大多啦，八億啊！哇，烏澤賭澤場嚟買八億，遠行都買話足領。